皆さんこんばんは。祭りテレビ、いつもありがとうございます。本日も香港デモに関するニュースを引き続き紹介させていただきます。中国政府は香港の抗議参加者らへの論調を和らげ、平和的なデモ集会は法の下で認められていると明言しました。一方で混乱の引き金となった直接民衆性への要求は却下しました。3日、北京での記者会見で香港を担当する中国当局者らは、会員便を投げるなどして警察と衝突する暴力的な抗議者と平和的な市内を侵攻した一般の人々を区別を明確にしました。また連邸月間キャリーラム行政長官への支持を表明し、必要ならば緊急法を発動できると述べるとともに、経済支援も約束しました。中国国務院香港マカオ事務弁護室の楊光報道官は、学生や生徒を含め多くの香港市民は平和的にデモに参加した、法を破り暴力的な犯罪を行い、一国二制度の根本的を否定しようとする人々とは全く違うと語りました。暴力を糾弾し一段の行動を警告する一方で、平和的な抗議活動は認める発言には香港に対する中国の姿勢の変化が見られます。ただ抗議参加者らの主要な要求である普通選挙は拒否、中央政府に従わない香港指導者を認めることはないと明確しました。今日そのような考えを持つ者は独演にも行きつけないと楊報道官が述べました。最後にまとめ意見を述べさせていただきます。香港の皆さんがよく理解していると思いますが、一国二制度を覆すことはできません。イギリスもその事実を受け入れています。本題にしているのは一国二制度の約束を期限前に破ろうとしていることです。香港はその時その期限が来たら、外国が何言おうとしても内政干渉になるので、残念ながらそれ以上を言うことできません。世界は冷酷で、条約などの約束を履行さえすれば他は何も言いません。他国の人権などに騒ぐときは自国の国益に適してると判断されたときだけです。良くも悪もアメリカは特にそれが顕著であります。民主主義など大義名分を掲げていますが、結局は世界中自国ファースト。たとえアメリカに利用されていたとしても、今回の香港デモで中国共産党が破壊してくれれば
それに越したことないんですけども、香港の皆さんが理不尽に弾圧されないように、見てるぞというメッセージを中国に送ることしかできません。香港を見守ります。ご清聴ありがとうございました。もしご興味がありましたらコメント欄にお願いいたします。